第4章。親分、こんなわけでバカバカしくて人様に話ができねえが、不敬わけがありそうだからこのまま隠しておけません。ガラッパチは昨夜からの一部始終を打ち明けて親分の平次の知恵を借りました。そいつは面白そうだ。てめえいくつだ？平次は大真面目にこんなことを言います。30になったばかりで。寛平さんと同い年か。それで女ができねえって方はあるめえ。そのお吉とかいうのもどこかでからかったんじゃねえか。よく思い出してみるがいい。とんでもねえ親分。この八五郎が女にからかって忘れるか忘れねえか。ああそうムキになって怒るな。おめえに覚えがなきゃこりゃ話が面白くなりそうだ。何か大事なもの、どうせ金目のものじゃあるめえが、人様から預かるかどうかして持っちゃいねえか。大した品じゃありませんが、たった一つ心当たりがあります。ガラッパチは目黒の栗飯屋で大店の嫁といった若い美しい女から平次親分さんへ渡すようにと結び文を頼まれたことを話しました。それそれ、それに決まったよ。八ゆんべの柳原の闇討ちも今日の押しかけ女房もその結び文が欲しかったんだ。なんだってまたつまらねえ遠慮して俺に渡さなかったんだ。親分の紙入れの中へそっと入れておきましたよ。何？俺の紙入れに入れた？下の悪いことしやがる。平次は懐から紙入れを出してみましたが、中には花紙と小遣いが少々挟んであるだけ。結び文などは影も形もありません。いや、親分のところへも押しかけ女房がやってきたんじゃありませんか。ガラッパチは少しばかり留飲を下げました。そんなバカなことがあるもんか。おしず、おしず、紙入れの中に入っていた結び目は知らねえか。平次は次の前声をかけると、これでしょうか。おしずは何のわだかまりもなく小さい結び目を封も切らずに手箱の中から出して持ってきました。それそれ、気が利くのもよしあしだ。紙入れのものを始末するときは一応俺に聞いてからにしろ。はい。おしずは少し赤くなりました。淡い嫉妬をたしなめられたような気がしたのでしょう。それでも結び文を封を解かなかったのは何という幸せだったのでしょう。内気なおしずはたすきの結び目をほぐしながらそんなことを考えているのでした。どれどれ、八、おめえもかかるやや、立ち会ってくれ。平次は慣れたもので半紙を2枚ほど持ってきて台の上へ並べると、その上でそっと結び文を解いてゆきました。髪の毛一筋、砂一筋入っていても見逃さないようにするためだったのです。およ、思っていた通り畳んだのは半紙半枚。ハサミの切り口まで安全わかりますが、中には何にも書いてはいません。いや、大きい二重丸が一つ、肉太の二の字が一つ、もう一つ小さい二重丸が一つ。こんな変哲もないものを書いてあるのです。これは何だ一体。裏返してみましたが、それっきり何にもありません。上の二重丸は少し大きくて計一寸ほど。その下、一寸二三部離して書いた二の字は几帳面な字画で、左の方だけ揃っているのも不思議ですが、上の棒が二部ぐらい、下の棒が三部ぐらい、一番下の二重丸は二の字にすぐ続いて、その直径二部五厘ほど。何遍繰り返して眺めても、この三つの他には点一つ見つからない
西条党の手紙です。なんでしょう親分。わからねえよ。だけどこれが欲しさに立派な御用聞きを手ごめにしたり、二人者らしくねえ豊島が押しかけ嫁に来るところを見るとよほどの品には違いあるねえ。こうしようじゃねえか八。平次はおしずを神谷に走らせて、同じ程度の上質の半紙を買わせ、その一枚を半分に切ると、八五郎が託された結び組と同じ絵を三つ念入りに真似たくせに、わざと少しずつ寸法を変えたのを書きました。上の二重丸は少し小さく直径八分くらいに、丸と二の字は二寸ばかり離して、二の字の足はそれぞれ五輪ほど長く書き、最後の二重丸はぐっと大きく計三分五輪ほどに書き上げたのです。八、これを持って敬礼、合わせのたもとへ入れていくんだ。そのお吉という女がまだいるんならきっと探し出して偽物と知らず持って帰るに違いねえ。そこをつけて巣を突き止めるんだ。これはよほど大仕事かもしれねえぜ。気をつけてやるがいい。八五郎は平次に言われた通り運びました。帰ってきたのは夕景。お吉という女はすっかり女房気取りで、おばを手伝って晩飯の支度などをしております。おや、八さんお帰んなさい。大層なご機嫌ね。何を言いやがる。八五郎はつい痛烈に浴びせかけましたが、思い返して着ていた合わせを脱ぎ捨てると、少し薄寒そうな浴衣を引っ掛けて手ぬぐいを片手にぷいっと飛び出しました。あら、銭湯行くのかい。一本つけて待ってますよ。追っかけるようにお吉の声。ガラッパチは舌包みを一つ、大急ぎで路地を出ると天水桶の影へコウモリのようにピタリと身を隠しました。お吉は八五郎の脱ぎ捨てた合わせのたもとから偽物の結び組を探し出して、続いてその後から飛び出したことは言うまでもありません。へん、銭形の親分のお見通しさ。お吉の尼すっかり喜んで後を振り向いても見ねえ。もっとも振り向かれちゃ大変だ。八五郎はぶら下げた手ぬぐいを早速ほうかむりにしました。ガラッパチ相応の変装術です。女はそんなことも知らぬ様子で、にぎやかなところを通るように、白金へたどり着いた時はもう四つ十字近い頃でしたでしょう。第五章。およ。六軒茶屋町から長峰町行人坂を越して、ガラッパチは女の姿を見失ってしまったのです。太鼓橋を渡って中目黒の方へ田んぼ道をあてもなく行くと、ゆんべと違っていいお月様に照らされて、そのあたりの風物までが妙に感傷をそそります。どこやらで女の悲鳴。駆け出したガラッパチは旗とつまずきました。往来にくずぼれているのは紛れもないお吉。抱き起こすと、あっち、胸をひとえぐり、ひとたまりもなく死んだ様子です。早くも結び踏みに気のついたガラッパチは、帯の間、袖、襟などおよそ女が物を隠しそうなところを残るくまなく探しましたが、下手人に取られたと見えて、そのあたりには影も形も見えません。それからの騒ぎはどんなに大げさであったにしても、この物語の筋とは関係のないことです。とにかく地震盤まで死骸を運ばせて、町方役人立ち会いで検視を済ませたのは夜中過ぎ。困ったことに女の身元がどうしてもわかりません。銭形の親分とこの八お兄じゃねえか。とんだことにかかり合ってさぞ迷惑だったろう。
連れて飛んできた目黒の賢吉。これは老高ないい御用聞きで、平時に盾をついたり、八五郎をからかったりするような人柄ではありません。目黒の親分、これには不敬わけがありそうですぜ。とにかく女の身元を洗ってみてください。八五郎も他に工夫はありません。賢吉の子分は八方に飛びました。女はやはりお吉というのが本名で、中目黒切手の物持ち、シャレに両替もやるといった大宮七兵衛の番頭、佐太郎が仕留めをはばかって思い切り遠方に囲っている目掛けだったのです。大宮の番頭佐太郎は、あくる日の昼前に縛られました。番所でひっただかないばかりに攻めてみましたが、知らぬ存ぜぬの一点張りで、筋の通ったことは一つも白状もしません。ちょうどその頃、親分、大変だ。大宮の主人が死にましたぜ。賢吉の子分が番所へ飛び込んできたのです。何？頓死か？怪我か？それが怪しいんで。昼飯の後で、大変な苦しみようだったというし、体がまばらになって、舌も目も引きつったって言うから、ことによればやられたのかもしれません。そいつは大変だ。補助に行ってみるかい。賢吉と八五郎は宙を飛びました。岩屋の弁天前を通って、龍泉寺の門前。この辺りは昔の方が繁盛したところで、大宮も片手間ながら場所柄だけの商売はあったわけです。店の内外はごった返す騒ぎ。それをかき分けて入ると、奥は思いのほかしんとして、主人七兵衛の死体には、若い女房のお峰と奉公人の鎌吉がついているだけ。およ？もう一つ驚いたことは、七兵衛という年寄り臭い名を持っているのに、死んだ主人というのはせいぜい25、6。ちょっといい男ですが、死体は二目とは見られないむごたらしさです。お、おめえさんは。八五郎はもう一つ度肝を抜かれました。死体のそばにいる女房のお峰というのは、つい2日前に同じ目黒の栗飯屋で、親分の平次へと行って、謎の結び耳を渡したあの美しい女だったのです。お峰の訴える目つき、邪念などは微塵もありそぼのない、大きい悲しみと困惑とに悩まされた目つきを見ると、八五郎もそれを言い出す気にもなりません。こりゃあ、親分様方、ご苦労様でございます。下男とも小遣いとも、庭履きとも、一人で兼ねている鎌吉は、50男らしい実体さで挨拶しました。笑うと恵比寿様になる男ですが、さすが主人の死体を前にして、沈み切って愛想気もありません。先代七兵衛は、10年ばかり前にこの土地へ来て、せがれを育てて嫁をもらいましたが、本当の他国者で、嫁の里の他には、身寄りも友達もありません。第6章。2つの死骸をめぐって、事件は恐ろしく複雑になりました。番頭の佐太郎は、商売上手な四十男で、人などを殺めそうもない人間ですが、お吉が殺された自分、ちょうど店にいなかったのと、着物に血潮がべっとりついていたので、疑いを言い解く術もなかったのです。それに近頃吉の貪欲な追求を持て余して、切れたがっているといった噂も、佐太郎には暗い影でした。まったく佐太郎にとってこの2、3年来のお吉は、重荷だったに相違ありません。そのため、かなたこなたに借金も作っていることなども、調べが進むに従って、おいおいに分かってきたことです。主人の七兵衛は、本堂内科医が立ち会って、検視の末、毒を盛られたと分かりました。その毒は、
昼ごろ食べた生菓子のあんの中に入っていたのではあるまいかと言いますが、確かなことはわかりません。七兵衛は茶が好きだったのと、朝から昼までの食べ物で一人で食べたのはその生菓子のほかにはなかったというところまでわかったのでした。お茶の相手をしたのは女房のお峰ですが、それは金平糖か何かを一粒口に入れただけで、生菓子は食べなかったと自分で言っております。七兵衛の死んだのは佐太郎が番所へ引かれて一時も経ってからですから、疑いは当然嫁のお峰一人にかかってこなければなりません。賢吉はお峰も縛ると言い出したのは決して無理なことではなかったのでした。お願いですから銭形の親分さんをお呼びしてください。自分の身辺が危うくなるとお峰はそっと八五郎にささやきました。それじゃあ聞くが、あの結び目は何だい？それを言ってもらわなきゃご心臓をかばいようはねえ。八五郎の言葉は少し厳しく聞こえたのでしょう。私には何もわかりません。宿がなくなる二三日前からどうも危ない。このままでいるとどんなことになるかわからないから、これを預かってくれと私へ渡したのです。聞き返しても何にも言いませんでした。お峰の言葉は意外でした。綺麗な小さい顔、わななく唇、一生懸命な瞳を見ていると、どんな不自然なことでも、ガラッパチは信じてやりたいような気になります。それから？あの日、銭形の親分さんが不動様に参詣にいらしたと聞いて、私は一人で決めて飛んでいきました。宿はもうろくな口もきかないほど心配していましたし、私はあの結び文を持っているのが怖くてならなかったのです。八五郎さんにお願いして銭形の親分にお頼みしたと話すと、宿はそうか、仕方があるまい、あの不調だけでは見る人が見なければわかる道理がないからと申しておりました。お峰の話はそれだけです。まもなく賢吉がやってきて、縄は打ちませんがお峰を番所まで連れて行ってしまいました。が町内の医者や目黒から白金麻布一円の木薬屋を調べさせた子分が帰ってくると、賢吉のしたことはすっかりひっくり返されてしまいました。毒を手に入れようとして医者や木薬屋にいろいろ手を尽くしたのはお峰ではなくて、かえって佐太郎だったことが分かったのです。